りを唇に。やってまいりました、8時だよラジオでゴール。はい、元気があり余ってるね。2013年10月8日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティスポンサーいただきます、ナオトです。イエイエイ。はい、トムヤでーす。こんばんは。グリでーす。はい、もう3人、お久しぶり。そうですね。もう3人ですね。久方ぶりですけども。はい。はい、何 ?2 週間休んでたから、はい、テンションが、半端ないですね、ナオトさん。もう風邪ひきました。遠足前の小学生みたいな感じで、ラジオに出るって考えども、昼からね、節々が痛くなりまして。プロや。お疲れです。ただバカやバカ。お疲れです。昨日まで無脊椎動物だったはずなのに、節々が痛く目出しましてね。人への一歩が。何言ってるの？スムーズに喋れず。何言ってるの？飴玉食べながら喋ってますからね、今。スペレや。飲み込め、飲み込め。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、皆さんこんばんは。はい。はい、どうお過ごしでしょう。そうですね。もう10月もね、2週目、入りまして。はい。今日10月8日なんですけど、何の日ですか？何の日ですか？クーニさん、お願いします。わ、え？ふる？たまには。ああ。え、何の日ですか？10月8。トークの前の日。まあ、正式には、トークイブ。ともやの日なんですけど。なんで？TO で10なんです。と。と。もう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 が0なんですよ。いや。ともやの日です。なるほど。また無理くり当てはめましたね。だけど、おめでとうございます。ともやさん。おめでとうございます。あ、じゃあ、なんかください。はい。はい。何かください。お願いします。風。桃色のね。桃色の風ウイルスを。形に残るものをください。形に残ります。ティッシュの山が。なんかかけらあげるよ。そうそうそう。プラスチックとか。ヒノキの棒とか。もう、喋っとけよ、お初期や。好き放題やってみてください。ありがとうございます。誰にや。人に。はい。ありがとうございます。はいよ。あ、まあね、僕は先週、先々週とお休みいただいたんですけど、どうでした番組の方。久方ぶりの、クーニーと、まあ、トメアの二人でしたけど。まあね、不仲説ありましたけど。ありましたね。ありますね。その不仲説を乗り越え。わお。もう終わった後僕たち抱き合いましたからね。おめでとうございます。抱かれてないんですけどね。若干濡れましたよ、心は。は。もう、脇汗が止まらない。冷めたよ。今週は冷めたアルバム。キョンシューって言う人じゃない。キョンシーね。あ、じゃあ、先々週は一人だったんですか？先々週は一人で。はい。先々週はびっくりでしたね。全くメール来ず。くらいました。はい。僕と同じあれを。はい。でね、もう、途中で帰ろうかな。でしょ。もうね、なるでしょ。ああいう雰囲気。まあ、どうにか乗り越えはしましたけど、ああ、恐ろしかったですね。久々に。気持ち悪い。あいつ気持ち悪い。仲間が増えたなと思って。あと、クーニーさんだけですね、一人でやってないのは。やらんでしょ。やりますよ、俺。一人ではやらんでしょ。やりますよ。もうずっとね、自分にザオリクかけないといけない。ザオリクとね、キアリク。がわからない。キアリク。毒を解除しながら。はい。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございますね。はい、どうぞ、お二人さん、ちょっと話の方を進めて。いやー、クーニーさんね、昨日もね、台風24号あったわけなんですけども、思ったほど被害はなかったっていうか、そんな風強くなかったですね、24号に関しては。あんまですね、全然ね。僕聞いたんですけど、台風に向かって右側に沖縄がある場合は、台風って右巻き、時計巻きじゃないですか。だから右側に沖縄本島が位置するときは、猛烈な風に覆われるらしいんですけど、昨日の台風はね、左側に当たったんだよね、ちょうど。で風が全然ね、吹いてなくて、暴風域入ってるにもかかわらず仕事させられましてね、僕の喉は真っ赤さです。真っ赤っかです。言わすな自分で。ポツダムね。宣言ではないけどね、春の音を見せられましてね。何言ってんの。クーニーさんどうでした、台風どう過ごしました？釣り行きました？やっぱずっと寝てましたね。タマンが恐ろしく釣れるらしいですからね。いやいや、チンがね、この釣れるんですよ。荒れてる時。チヌ？チヌ。おお。大体何センチオーバーって言ったことあるんですよ。自分は、チンは釣ったことないです。はいはいはい。正直なんですね。うん。でも釣るとしたら何センチ釣る予定ですか ?46。でかいよ、これ。皆さん、メモの用意を。46ぐらいですね。これじゃあ釣った暁にはどっか魚拓を。もちろん。居酒屋の方に。もちろん、行きつけの。提供するわけですね。行きつけの。はいはい、魚類店に、もしですね、このラジオ聞いてる方で魚卓をいただきたいという方がいましたら、クーニーさんね、メールください。下手したらね、本当に手書きで作りますからね、魚卓を。手製の、そう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 つって、炭でバーッつってやりますから。作りますね。ぜひ欲しい方はこの、ラジオでご、魚卓のコーナーまでよろしくお願いします。
来週あるかないかはあなた次第。あなた次第ね。やった次第だろ。自由に喋ったもん。ちょっと揃ったよ、最後。僕はね、もう常に、止まらないようにと考えてしまったんで。ストップしないように。そうそうそう。止まったら。鳥の時と全然違うね。止まったら終わるってなりますね。大丈夫です。鳥の時や。はい。そしてですね、先週のモストバリアブルアンサーの方を発表していなかったんで、誰ですか？こちらの方発表していきましょう。ドキドキする。はい、先週の大喜利のお題がですね、宴会部長の A 氏が周りをドン引きさせてしまった宴会芸とは、せいですね、こちらの、モストバリアブルアンサー。この方です。早速行きましょう。ドルル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 ル左曲がりからのスクリューさんで、はい、水戸黄門のつもりが水戸黄門を出してしまった。セイセイ。おうしっ。うまい。上手だね。もうね、ドン引きですよ。うまい。これはドン引きですよ。うん、また身出した後に黄門出すっていう。高度なテクニックをね。そうそうそう。後からね。キャノン的な。高度。うん、キャノン法的な。まずくり抜いたんだ。普通はね、肛門出してからの身じゃないですか。普通は宇宙戦艦ヤマトとかもこの真空波動砲を出すときにブーってまず開いてから出すんですけども、あれを逆に最初ね、最初に身出しといて開くから。お前の例えよ。今当たってないか。間違いではないです。ありがとうございます。ご立派。はい、そしてね、左曲がりからのスクリューさん、ご立派です。おめでとうございます。今何週目？ 2 週目？2週目で、今回の、3ヶ月スパンの一発目、取ったのが、左曲がりからのスクリューさんですね。はい、幸先いいですね。縁起悪いですね、この。縁起悪いですね。どっちよえ。このアンサーは。下。ああ、原活ぎですな。運っていうのは。水戸っていうのは運の方ですよね。運がつくってことですね。そうですね。うん。縁起いいですよ。ウォンの方ですね。ウォン。OK です。お前。コリアンに怒られるよ。言うな。はい、じゃあ、8時間、8時間じゃない、8時半から始まります。大喜利のお題。行きましょうか。今週のお題、こちら行きましょう。行って。行きます。何々。はい、黙れ。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは、せい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 。まあ、伝説のロックスターといえば、読谷にも存在しますけどね。あ、いますね。直木屋さん、好評ね。発売してますけども、CD。もう、売れ行きがすごくてね。素晴らしいですね。ミリオンまであと、240何枚って言ってましたよ。ミリオン？マジっすか？あとですよ。あと、240何万枚って言ってました。ミリオン超えてるやつ。マジでやん。2ミリオン超えてるやつ。さすが上を目指すという。直樹さんのね、CD ね、こちらでも取り扱ってますので、FM さんでも。はい。どしどし。僕らもね、フューチャリングさせていただいてますので。あ、そうですね。何気に言う。そうそうそう。はい。お願いします。なんでよろしくお願いしますね。はい。よろしくお願いしますよ。はい。じゃあ、メールアドレスの方行きましょうね。はい。fm786@fmyomitan.co.jp。全部小文字で。fm786@fmyomitan.co.jp の方までお送りください。はい。大喜利の場合ですね、ラジオでご、懸命に、ラジオでご、大喜利のコーナーとおかげさま、吉谷さん。はい、よろしくお願いします。はい。久々に吉谷さん出ましたね。いや、今、吉谷さんって言いました。吉谷さんですか？どっちでもいいんですけど。実は、失敗しました。実は、ミスりました。今日ストッパーです。ベロ弾くところで飴玉が邪魔しちゃった。食うな、飴玉捨ててこいって。喉痛いですよ。喉だからな。まあまあ。喉飴食べてます。これご了承ください、皆さん。たまにね、声と一緒にカチャカチャ聞こえたら飴玉の音なんでご了承ください。説明いる。聞こえる。俺だと鳴らす。説明いるか？いやー、気持ち悪い。はい、じゃあ、フリートーク一週間なんですけど。はい。どうしました？台風の過ごし方、その1。その1。その一。まあ、今回ね、幸いなことね、停電になりませんで。助かりました。停電大変ですよね。まあね。去年でした？窓開けると、打ち雨するじゃないですか。うん。だから雨が入らない窓の作りってあるじゃないですか。上だけ開けるところとか。あんなのあったら助かるんですよ、空気の流れで。どうしてもね、風が欲しいと。暑くてね。そうそうそう。あの時に、携帯用のね、電池の扇風機とかあれば、便利なんですけどね。
毎回ね揃えようと思うんですけど、うん、台風になって気づくんですよ、うん、ああ買ってないな買ってないなと、うん、ありますね。どう過ごされました？今回はまだ画期的なねただの大雨で済んだわけですけども、はい、うん、飲んでただけですか？僕はねごめんなさい本当に Facebook にアップしましたけども、ね、2days 飲みっぱです、うん、わお全部違う種類の缶ビール買ってきて、もう後半何が美味しいやろもう試してみましたけど、もう後半何の味か分かんないでしょ何飲んでるのかな酔っ払ってから炭酸ではあるけどもこれ飲まないといけないのかな水でもいいんだけども、いやいや、いい楽しみ方だったと思いますよ。まあ有意義に過ごしましたね。僕はもうねずっと勉強したわけですけど、そうですね、3時テストが日曜日だったんですけど、うん、土曜日3時ぐらいまで勉強したんですよ、はい、でもう友也さんのフェイスブックの見ましてね、はい、もう歯が奥歯が一本折れるんじゃないかなっていうぐらい、ね、イライラしてやんべーやんべーってだって飲めないですからね。そうそうそうまあねあの飲めない代わりにリアルにカキピーだけでました雰囲気だけでもなるほど嫁にもちょっとあげましたから余計欲しくなる欲しくなったあーってなりますもうレモンスカッシュ買いに来ました下にたまらんたまらんあの炭酸的なもの疑似ねそうそう疑似ビールカクテルと思いきやチューハイ的な感じでねクーリさんは、うん、ずっともうびっくりするぐらい睡眠にはまってね。あ睡眠にはまっていいです。あのね睡眠ってはまるんすか？はまる。ゾーン的に起きてね。うん。あやばい休みなのに何もしてないってなるじゃないですか。あ汗にね、うん、焦燥感に。でちょっとテレビつけて、うん、見ながらちょっとまた眠る。わかる目がシパシパしてきてんのわかる。うん、あやばい、うん、ってなってまたあの怖い話を読み始めて。わかる。これで気づいたら携帯持ちながら寝て朝になってましたね。わかる。国さん、31歳ですよね。うん、君、ダメ人間じゃないですか。マジで。貯蓄しれや。お腹減っても、寝るっていう。わかる。わかる。ごまかす。睡眠で、腹減ってるのごまかす。うん、で、仕事出て、仲間に、うん、死にお腹減ったやつさーって意味もなく言う。わかる。わからんだろ。わからんだろ。わかる。いや、わからんよ。俺、二日ぐらい何も食ってないぜって。何自慢ば一日ですね。丸一日ぐらい、うん、本当に。何それを自慢して何がいいんすか睡眠って言いよう。そうそうそう。イデオドロギー。イデオドロギー。イデオロギーね。すごい驚きですね。驚きが。わー、おとついから一回も起きてんぜって。だから何がいいの何の自慢ば逆のよ、逆の。貸し状態では冬眠野菜そうそうそう一回も起きてん、うん、トイ伏せあの排出物も出してないで放屁汚せ放屁ぐらい放屁機能が軽く停止してそうそうあの体内の床ずれしてないかなあこれいいっすね寝返りは打て逆自慢っていうんですかそうそうそうなあの大して自慢でもないやつを寝てないアピールとかじゃないですかあれの完全に寝てるアピールとか熊並みに寝てたよそうそう何も嬉しくねえ面白くもない血流も一旦止めましたから、ね、いいよそこはクールさんに振らんければよかったねまさかこんなに盛り上がると思うめっちゃ寝ました楽しかったで夏さん、はい、で、まあ、試験を、はい、終えましてまあ結果はね、うん、これから1月です、ね、だと思いますけどお疲れ様でした、うん、ありがとうございましたもう皆さんには迷惑がいっぱいかけたんですけどもね、うん、勉強好きでしたね、うん、ありがとうございましたもうなんか解放されたっていうのと不安に駆られてるんですけどね、うんそう多分解放の度合いがひどすぎて風邪いたんでしょうな、うん、ストレスからのたまにアップされる映画あるさヤンドルバこの映画やんでるああ訳やからこんなってわけやからエネルとかこいつ勉強しすぎて頭おかしくなったあるな、うん、大半はゲームしてたんですけどねいやそうそうそう人生というね一応この結果は1月、1月に、うん、あいい結果をね1月にまでわかんないです遠さよ遠いですけどもいい結果であることありがとうございますググったら分からんかそんな試験あるかや試験これもし受かってたらみんなでお祝いでね、はい、オフ会しましょうありがとうございますレクサスでレクサスで迎えに行きましょうみんなね若干言うのあの甘噛みしてるんですよ国 の保険金でレクサス買うってバカかやるなはいじゃあ一旦CM行きまーす、はい
からずっと。はい、やってました。2時間もフリートキングエフェミタングルヒー。グルグルグルヒー。グルヒー。グルグルグルヒー。グルヒー。グル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 ヒー。はい、やってました。2時間もフリートキング。ちょっと好きだった。エフェミタングルヒー。お時間でございます。お疲れ。はい、トマさん、なんか告知があるみたいですけども。はい、フリートークなんですけども、初っぱなからちょっと告知の方いいでしょうかね。フリーじゃない。はい、行きましょう。スポンサー、お稲荷庵からのお知らせです。来ました、お稲荷庵、美味しいです。もうあの皮がね。皮だけな。初めて水をいらないお稲荷寿司を食べましたから。すごいですよ、皆さん。よだれ。それメリット？メリット。あ、メリットですか？もうあの、お茶とか準備しなくていいですからね。そうそうそう。お茶もありますからね。うん、お願いします。はい、もうすぐ3周年だよ。うん、1ヶ月前キャンペーン。わー。稲荷とチキンで有名なお稲荷庵が、11月で3周年を迎えます。すごい。そこではい。FM 読谷、お聞きの皆様に耳寄りな情報。わお。お稲荷庵の商品を1000円以上お買い上げの際、うん、キーワード、FM 読谷と言っていただくと、うん、お会計の半分額が、半額分が、大事な分だとかも今、大事な分ですよ今。お会計の半額分が戻ってくる。はい、わあ。オリジナルプリペイドカードをプレゼントです。ぐるひ、ぐるひ、知って得するお稲荷庵。買ってお得なお稲荷庵。宜野湾コンベンションセンター近く、大量予約も受け付けています。お問い合わせは、098-963-9989。もう一度行きましょうね。098-963-9989。以上です。お稲荷庵からの耳寄りな情報でした。わーい、わーい、わーい。これもしかしてラジオでこう聞いたといえば。これも、大丈夫です。ただなる。さらにごめんなさい。さらには、のっけは、ないです。ありがとうございます。皆さん、聞きましたか？トマヤさんの口から聞きましたか？ないですよー。マジか。そこはいらんでしょ。マジで。マジか。だから、お買い上げ、例えば、3000円分買ったとしましょう。うん、それの半分、うん、1500円。うん、これの1500円割引のプリペイドカードがもらえます。何に使えるんですか？これ、だから後日。また次の機会にね。あ、はい、お稲荷庵専用の？そうです。おー、はい。これはじゃあ、車掌さんのとこでも買えるってことですか？ Yes, I do! やーまん。いやなんでもいいと思ってるの。ね、お稲荷庵は、はい、移動販売もしてますんで、はい、沖縄市でいうとアイレディーズクリニック駐車場でした、ね。向こうは、終わりまして。はい、終わり庵ですね。今はどこ、今どこにいるんですか？今はですね、月火水は、新都心のグッドウィル駐車場にて、そして、金曜日はね、うるま市役所前でやってますんで。いいね、明日新都心だから行ってみようかな。わー、はい、こんなに近くにお客さんが。うん、お昼3時からね、夕方7時半までですね、まあ、売り切れ次第。まあ、帰ってしまう形にはなりますけども、うんうん。よろしくお願いします。じゃあ、ラジオでこう、聞いたって言えば、もしかしたら、うん、このカウンターの後ろで、トマヤさんが一発芸してくれるかもしれない。いや、もしかしたら、でも、もしかするかもしれない。一発芸するかもしれないですよ、ね。まあ、でも、まずは行ってみないことには始まらないから。おー。うん、まずは行ってみて。そうだね。うん、そうだね、うん。ラジオでこう、聞いたって方はね、トマヤさんのお店で。方はね。行ってみてくださいね。方はね。型はね。型はね。びっくりしたよ。これもしかしたらあれですか、宮脇書店とかでも、ラジオでこう聞いたって言えばなんか。バカじゃないのお前。あり得る、あり得る。以上告知でした。はい。太っ腹ですね。はい、フリートークでーす。太っ腹ベルビバンルリルですね。スキャットマン。はい。すごい。500円分のキャッシュバックってことは、次500円割引になったってことですよね。キャッシュバックじゃ、プリペイドカードね。はい。プリペイド、プリペイド、もう500円みたいなもんでしょ。は、まあ、ある種、ある種。ある種はね。うんいいなこれ。いいな俺なんか店持ったらやるのにな。やればいいじゃん。店持つの何の店持つのその前。だからもしラジオでこう聞いたって言ってもらえれば、うん、排水管敷設工事をタダでやったりとか。お前結構金かかるぞ。設備屋見積もり無料でやってます。設備屋なのあなた。立ち上げてるの設備屋。デイジーも大盤振る舞いですか。そうそう。本当に。会社潰れるよ。本当に聞いたかって。後半言ってください。お前本当に聞いたかって。やりたくないから。そうそうそう。じゃあ明日行きます。実は、うん。リアルタイムで聞いたかって。はい、じゃあ終わりです。フリートークです。はい、フリートークですね。はい、まあね、直人さんにね、2週間、休んでたんでどうですかって聞こう思ったんですけども、うん、勉強づけしかしてないんでね。そうですね。多分ね、はい、面白いことがないです。あ、うん、映画見に行きましたね。久々に。何ウォール・ジェット・ウィンター？マット・デーモンの、大宮地区って映画があるんですけど、はい、監督が作ったマット・デーモンの最新作があるんですよ、はい。たまたまね、休みいただきまして、行ったんですけども、うん、おー、すごいですよ。
クオリティが。どうでした？なんか設定はなんかそそられる設定で。味噌ネタ集とか。味噌ネタ集、あの、未来の話なんですけど、未来の話。上流層と下級層が完全に分離してまして、はい、あ、地球は人口が増えすぎて、もう上流階級の人たちは宇宙で住むことに決めたんですね。なるほど。で、宇宙にこの庭園都市を作りまして、金持ちだけが住めるところで、はいはい、で、このシャトルで行き来するわけなんですけども、有志とか武士とか、で、このもう奴隷みたいな感じなんですよ。うん、地球という国はね、あ、星は。なるほど、下級、いえば下級のね、人類が、そこでこの地球からその星に行こうと目指す話なんです。なるほど。これは見てのお楽しみですけども、やっぱこの大宮地区見てからも思ったんですけど、このなんていうんですか、ロボットの映像のクオリティ、すごいですよ。おー、もう惚れ惚れしちゃう。ほん、惚れ惚れしちゃう。もう誰君、惚れ惚れしちゃうみたいなの。そろそろ、ね、そろ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 見たんでしょ。見た。そろそろっておかしくないですか。そろそろしちゃいそうなの。誰に誰に意味か。あの、じゃあ、あの、あれですよ、 C3PO2 ですよ。あのね、人に指さして C3PO って言うのはバカやろ。 R2D2 思いますから。色は違う、色違い。似てる。スターウォーズみたい。喋ってみはい。ピポパポポするって言うの。どうぞもやってみてください。何だった、どんなだった。ダメですよ。ダメですよ。見てるんですよ。あ、そこに行くな。そこに行くな。あれ、ムックの声ですかね。どんな設定だよ。あ、っぽいよね。あ、そうなんですね。見てますね。トモヤ 3PO に似てますけど。もう言うな。見て、いきなり言われて。金に塗ると、そうなってしまうだろうな。クーニーさんも、自然と。青と白に塗れば。上をね。バペタドラえもんになるかもしれない。青と白で。クーニー 2D2 が。ありがとうございます。ありがとうございます。何の話マジでよ。マジでよ。じゃあ、フリートークですけども、なんか、楽しいことありました？ね、まあね、本当はね、去った土曜日、あの、友達の、友人の結婚式だったんですけども、これが台風で、延期になってね、急遽。わーお、わーおーですよ。延期ってやっぱあるんだね。あるある。一応あの時やってたら、多分ね、びしょ濡れだったと思うけど。みんな、風バーバーしてから。あ、まあ、風バーバーして。そうだね。うん。おじいおばあは大変だからね。くしゃみで6個通れるっていうからね。え？くしゃみで6個通れるっていうからね。まあそういうね、まあね、もうパターンもあるかもしれないですけども。うん。だから危ない。そうっすね。まあね、延期になったのはあれですけども。いつだったんですかして。で、20です。日曜日です。きついなー。次の日仕事です。いやー。はーい。嬉しいような、うん、悲しいような。うん。あれ？うん。ただ余興のクオリティが上がっていきますよ。ああ、まあ余興という名の飲み会ですけどね。男ってのは。まあまあまあ、あの、頑張ります。何するんですか、また。何ダンスするんですか。今度は前行ったのがあるじゃないですか。フラッシュモブの、これのもう舞台版なんですけど。あ、もうちょっとダンスのクオリティを上げようと。はいはいはい。ということで。白いタキシードで牛乳一気飲みするみたいなダンス。あれはないな、俺がやったのです。あれは。あれはない。あれはない。あれ今回ない。ないパターン。内定で。内定です。内定なんだ。内定はしてるの？内定でお願いします。はい。ややこしいな、日本語。じゃあ今度はお客さんを絡めないってことですか？絡めないです。わーお。フラッシュモブちゃうやん。うん。だからフラッシュモブではないけどね、パーティーロックアンセムしますよ。わーお。アンセムアンセムです。うん。よろしくお願いします。楽しみですね。楽しみですね。ぜひビデオを送ってくださいね。そうですね。YouTube にアップしてください。嫌です。そこは嫌です。マジか。本当にダンスできる人たちからしたら、うん、俺たちのクオリティが上がったにせよ、下手くそですからね。情熱。見れたもんじゃない。でも前のフラッシュモブすごかったでしょ。すごかった。無類しかを超えたっていう話。何無類なんとかを超えたっていう話。何それ。あの、余興集団がいますよね。無類なんとかって。すみません。石川でしたっけ。存じません。存じません。わかんない？はい。あ、オッケーオッケー。余興決定戦っていうのが沖縄でありまして、はい、それで1位取ってるんですよ。あ、そうなんですか。石川の人たちがね。ムル石川。みんな石川ってこと。そうそうそう。テレビとかよく出てますね。そのままじゃないですか。東亜さんなんかも出てほしいなと思って。いやいやいや。今度存じましょうね。ムルスリーピオそういう。みんな金塗り。竹数とかそういうやつ。ああ、ちょっと似てる。かもしれない。クレーム来るはずや。式場から。まあとか、いろいろ。身長でよくて細いの集めるっていう。まあって言うな。あ、ぽい。あれ、なんか他にね、クーニーさんなんかありましたか？あ、振ったのよかった？いや、いいっすよ。あるんだったら。あ、僕っすか？はい。先週ですね。近づこう。あ、ごめん。マイクに近づこう。何年目？何期生？何期生？痛い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 。
ですね。もう体が病んできてるわよ、もう。不摂生で。うん。先週ですね。はい。先週。先週ね。うん。ちょうどね。先週楽そうそう、先週なんですか、なんですか。いや、ポケ、そうそうそう。話が、話が進まない。先週なんですか。先週、ちょうどね、自分がですよ。うん。コンビニ行ったんですよね、自分、はい、自分がですよ。あの自分がですよ。僕でも行きますよ。あの一人でコンビニ行けない。昔懐かしい、うん、エルコーンっていうアイスクリームを見つけてね。エルコーン。エルコーンだったかな。どんなのですか。このこういうの。こういうの伝わらない。ソフトクリームみたいなあの持つとこがある。うん、はい。の丸いやつ、あのアイスクリームみたいな感じの。アイスクリーム。ああ、アイスクリームあの路上で販売してる。そう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 。うん、あんなカップリコみたいな。うん。ちょっと違う。カプリコか。うん、あれにちょっと似た形ですけど。うん、美味しかったっす。メロン味がね、うん、美味しかったっす。はいはいはい。えちょっとね、緑くてね、色が。メロンに。昔懐かしいアイスクリームって何が好きでした？ヤンバルクイナのチョコレートの。あったあった。あれ、あと、王将ってあったらわかります？ 3 色の。バニラ、イチゴ、チョコレート。あ、覚えてます。将棋の王将。わからない。超もでっかいっすよ、もう。あ、そうなんですか、ね。うん、あ、覚えてないのかもしれない。え、今はもうない。ないですね、残念ながら。残念ですね。はい、じゃあこの辺で振りと変わりまして3時間目大喜利いきますね。どしどしメール募集します。はい、やってまいりましたよ。3時間目大喜利スペインのセイゲリ。はい、やってまいりました。3時間目大喜利のコーナーでございます。はい、このコーナーはですね、トモヤさんが考えた問題に対して皆さんがどしどしアンサーを送ってくるコーナーでございます。こっち安定しないですね、毎回。誰やん。はい。はい、早速大喜利のお題の方行きましょう。はい、行って。はい、伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは、セイ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 。はい。行ってますよ。アンサーお待ちしておりますよ。アドレスの方行きます。fm786@fmyomitan.co.jp。全部小文字で。fm786@fmyomitan.co.jp の方までお送りください。はい。懸命の大喜利の場合はラジオでご、大喜利のコーナーとおかけさなきよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お待ちしておりますよ。しますはい、ですね、早速メールの方がね、来てますね、いつ。マジっすか。はい。こちら行きましょう。はい。こっち後ろから読んでいこうかな。はい。いいですかね。ともや。はい。くーに。はい。なおと。で、合ってますよね。はい、合ってますよ。先週は間違って悪いってことでね、はい、ラジオネーム、バイ、カメさんからです。はじめましてですか。ふーみー、ふーみーって。クーニーさんのことを、ふーみー、ふーみーって勘違いしてたんですけども。うん、いや、全然、バイカメさん。間違ってないですよ。です送ってくれるだけで本当に感謝、うん、はい。間違ってないですよ。ありがたいですよ、うん。はい、じゃあ早速行きましょう。はい。はい、はい、お願いします。大喜利ですか。はい、ごめんなさい。はい、伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。せい。See you tomorrow
I'll be back と言いながら後ろ向きに歩いて帰っていった。せいせい I'll be back I'll be back 的なことですか。後ろ向きにね、格好悪くね。ロックスターですよ、伝説の。そうそうそう、明日帰ってくる。だるや。TV じゃねえ。だるな。すぐ帰ってくれし、みたいな。そうそうそう。もうね、打ち合わせ通り、どんちょうも下がらないっていう。ずっと後ろに歩いてるんですよ。打ち合わせ通りば。うん、いいですね。アビーバック。アビーバック。いいですよ。面白い。うん、はい、ラジオネーム、バイカメさん。ありがとうございます。あ、いいですね。大喜利コーナーリングって書いてありますけどね。もうね、すごい攻めたんでしょうね、攻めたんでしょうね。アウトに、アインからアウトにいるみたいな感じですよね。いいですね、うん。はい、ありがとうございました。めっちゃ来てるな。はい、待ってくださいよ。来てますか？俺のライブはインからアウトしねえって。はい、こちら行きましょう。ラジオネーム、下半期は、ハンボックさんが。ありがとうございます。上半期は、上半期はもう不随だったんですけど、下半期はもうすごいらしいですよ。ガンガン攻める、ガンガン攻めますからね。攻める年。はい、行きましょう。行きましょう。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。せい。フリーセックス。いや。アリエル。いや。いや。名言ですね。迷える言葉ですね。そうそうそう、フリーハグのね。下半期バージョンですよ。あり得る、うん。かっこよくもないからね、言えば。そうそうそう、うん。いや、かっこいいじゃないですか。カリスマが言ったらね。そうそうそう。カリスマ的ロックスターが言ってるんですよ。フリーセックス。多分その自由だと。その後爆笑だと思いますよ、自分では。俺言っちゃったーそう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 。まあ、それも今に至る。それも下半期ですけどね。そうですね。ラジオネーム、下半期は、アンモックさん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いいですね、はい、アメリカンジョークでしょうね。まあね、ブラックジョークというか何なんでしょう、うんうん、日本で言ってもね、はい、あまり通用しない。通用するしない するかな。沖縄のおばあたちには通用するはずない。しないだろ。英語わかるから。してほしくないよ。マジでよ。分かる人いますけど。炭っていう。ありがとうございます。チュンジュク炭。ぬがらさんどうも。出すな。はい、今のところこんな感じかな。はい、ありがとうございます。はい、サーバーの方がどうなってんのかな。まあ、行きましょう。フリートークで繋げていきますけども。はい、じゃあ、ロックスターの笑える話と言いますけども。はい、ね、先ほど言いましたけど、読谷の生んだロックスター。はい。直木屋さん。はい。まあ、表記はカタカナで直木なんですけど。はい。直木屋さんの CD 聞いたんですけど。うん。本当にね、うん、やりたい放題やってるなって思ったんですけど。はい。業界用語の一曲わかります？あ、わかります。業界用語で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。凄まじいなと思います。すごいよね、あれ、ね。やったなと思いました。おー。やりきったなって。面白いですね。鏡がどこそうなーな、なーなーなーって、もうテンポがずっとこれなんですよ。やりきったと思って。素晴らしい。あれが直木屋さんなの。そうそう。やりきることによって、うん、美化されますからね。そう。うん、で、翻訳見ると、ちゃんと翻訳されてるんですよ。そうそうそう。結構これね、ライブで歌えないんだろうなって。リリック覚えられるんだろうなと思って。みんなから良かったですね。すごいよ。いや、でも面白かったですね。だって、20年ほどかかってますから。うん。そのね、もう言えば。集大成。集大成ですから、いろんなもう20年かけたらね、そうそう、いろんなのを経験してますから、いろんなもうジャンルになりますよ。そう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 。で、途中でね、まぁ、あ、ちょっと落語的なのもありますけど。素晴らしい。休館長の。休館長の。すごいね、いろんなジャンルが詰まったアルバムですよね。うん、そう、うん。ぜひおすすめいたします。おすすめですね。うん、はい。直木さんの名言見たことあります？どういう？あ、あります、あります。あの爆笑っすよね。あれこそ、僕がギターソロをするときは。違う違う。僕の、うん、僕は、いつ、老朽化した家のレンガが落ちてきて、うん、頭をぶつけて死ぬかもわからない恐怖、うん、であと扇風機で扇風機を顔に当て続けて、はいはいはい、死ぬかもしれない。常に死と隣り合わせでパンチラインっすよ、ね、あれすごいなーと思いましたね。爆笑じゃん。あとあの顔マジでギターの持ち方顔。はい、ごめんなさいね、ちょっとおメールの方来てるんで、ちょっと口開いてたよね。行きましょうかね。はい、お願いします。こちら行きましょう。ラジオネーム、爆走マジックミラー号。湘南ワッショイ編。ありそう。ありそう。てか、あるでしょ。なんかありそう。デコトラ。ワッショイ編って。
祭りですよ、はい、濡れたまんまで行っちゃってるんですよね湘南の風。はい、こちら行きましょう。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。せいおもてなし。せいせい。まあ、時事ネタっちゃ時事ネタですよね。時事ネタですね。ちょっと遅れたかな。あれ側、あれ側、あれっすけど、うん、気になってるですとか言う人ですよ、CM で。ちょっと。クリステルさんが、はい、なんか薬品の CM で出てて、はい、なんとか気になってるですとか言うんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。肩凝り始めてるですみたいな。すいません。安易にかけますね。すごいですよ。クリステルそこまで行ったかと。ええ。友達ばや。てるってるな、今日も。てるってる。うん。まあ伝説のロックスターがこんなこと言った日には若干冷めますよ。今までファンだった方も。まあね、下半期で終了でしょうね。来年には、来年には持ち越せないんじゃない、このネタは。まあな。あ、まあでもまあ名言ちゃ名言ですか。オリンピックまでは使えるんですかね。この2020年それ。いやいや、だってあと7年後でしょ。そう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 、オリンピックなんて全然遠いですからね。どう、それまでおもてなしをどんだけ続けられるかがやっていく運気アップのおかげです。やろう、うん、やろ。はい、ラジオネーム、爆走マジックミラー号、湘南ワッショイ編さんから。ありがとうございます。はい、長さよ。ありがとうございます。こちら行きましょう。はい、好きな子のシートベルトになりたい。どうも。畜産王子チューブ渋さっさーってことでね。元カノのでしょ。元カノのシートベルトになりたいでしょ。はいや、はいや、いや、さっさってことで、プシュッって来てますね。飲み始めですかね。飲んでますね。何本目でしょうね。もういい感じじゃないですか。はい、ハイヤー入ってるもん。いきましょうね。うん、行きましょう。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。はい。ロックは世界を変える。今日も俺は家に帰る。シャケなベイベー。はい。はい。シャケなベイベー。シャケが何？内田深夜じゃないですか。うん、そうそうそう。杖つき始める。ロックは世界を変える。はい、今日も俺は家に帰る。はい。いい風に。いい風にもすごい。ロックスターが安易な、いいんだよマジで簡単な、いい、家に帰るんすね、うん、おとなしく、うん、だって奥さんが、鬼嫁が待っているから、うん、ビヨンセのフィアンセがえ、安易な、安易な、いいんです、いいんですね。いる今の、いらん。はい、じゃあ2つ目いきましょう。はい、パート続きましょう。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。はい、死者もオンザロック。シャケのベイベー。せい。魚類そうですね。魚類を主に。無言にならない。無言をやめてくださーい。卵を多くはらむ。小餅ね。小餅死者も。魚類に。結構負担がかかる魚類っすね。そうそうそう。ね、オンザロック。意味はどういう意味ですか。死者もオンザロックするんですよ。ロックに乗せる。乗せる、うん、シシャモを乗せる、ロックに乗せる、おう、その心はシャケなベイビー。ありがとうございます。あ、なるほど、ね、お後がよろしいよ。よろしいか、アラスカ湾あたりからね。そうそうそう、まずパッサッパーって卵、サッパーサッパーって卵取りますから、サッパー、残酷にね、生きたまま、で、塗ってまた戻しますからね。わかる、見たことある、わかる、いくら、あ、皆さん、新一さん来てますよ。はい、ありがとうございますね。畜産王子チューブ渋さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら行きましょう。ラジオネーム、髪の毛073。ありがとうございます。ワン、ツー、スリー来てます。お久しぶりです。お久しぶりです。はいよ。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。せい。私のことは嫌いになっても、バックからのファックは忘れないでください。せい。せい。珍しいよ。どうした髪の毛。どうした、多分ね。ほらほら、これが悪いんだよ。ナオトさんの好きな単位です、それ。下ネタじゃないと、モッソが取れないと思う。この子は。いやいや、それはないっすよ。この子は思ったんじゃないか、じゃないじゃないじゃない。下ネタは逆に取れないです。うん、どうすか、行き過ぎたらね。悪いことも、ね、でも全然、こっちからです、髪の毛全部の。そうそう。なんと3本立てで行ってますから。行きましょう。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。せい。お前らも、毎日タンスの角に足の小指をぶつけまくれば、俺のように伝説を残せるぜ。せい。合格です。合格です。合格です、はい、うん、ロックスター書いてるとんがったとんがりぶつあるじゃないですか、はいはい、あの小指のところはもう全部カットされてますから、ペラーンってやってますから、小指だけ1個出てるんです。
引きずるベイベー。カッチ終わる、うん、痛い痛い。ちぎれベイベー。血出してるんですね。いや、もう、血も出ない。もう、もうこっすぐれたあれやさ、もう。皮が硬化してる。熱くなってるっていう。潰しまくって。伝説。ありがとうございます。はい、ファイナル行きましょう。はい。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。せい。せい。ま、明日には復帰するけどね。せい。イェーイ。これはね、軽っ。JG みたいな感じですね。JG、何回引退説。そうそう、何回復帰引退すれば、うん。デッド。軽いですね。引退が軽くなる、ね。軽いですね。明日には復帰ってね、うん。カタカナに変えてからね。どういう意味、これはね、はね、あの初めの一歩の木村の達也兄に、うん、達也兄にがやりよったんですやりよったです、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、髪の毛07さんでした、はい、07さんでした、はい、行きましょう、こちら行きましょう、はい、ラジオネーム断密と断記録でいいのかな、断鬼録じゃないですか、断鬼録、あの何すか断鬼録って言うんだろうね行きましょう。絶対いるな。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。せい。ブリッジ。ピー。ありがとうございます。ありがとうございます。これ言えないです。いいですねこれ。アウトです。うん、想像しておいてください。ブリッジで、うん、ギター弾いてるのを想像してください。かっこいいですね。あれそうですね。ブリッジで。弾いてるのが、うん、物が違うだけです。説明いらんだろ最後に弦がね弦が切れるパカーン言うパカーン言うで握るところがウッドからミートに変わっただけです徐々に寄せるのをやめてもらっていいですか生々しくねでもまだね範囲内ですからねまあな大丈夫です範囲内で遊ぶのが僕たちのスキルですからそうです、ラジオネーム断密と断鬼ロックさんありがとうございますありがとうございます検索したらいそうだないそうね断記録断記録どうなんでしょうね。花岡じった出てきましたからね。本当にね。びっくりしましたね。検索しちゃいました。本当に、うん。いるーってなりましたから。力技とか言ってましたね。お、来てますね。はい、こちら行きましょう。はい。こちら、ラジオネーム、バーイカメさんでしょうね。ありがとうございます。行きましょう。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。せい。ん？なんていうの？トリコ？今日も、トリコってるかい？褒めみ？CM で。はい、皆さんこんばんは、エンディングでございます。はい、エンディングですけどね、すいませんね、ね、ラジオネーム、バイカメさんの途中で CM 入ってまいりましたね。うん、行きましょうか。はい、行きましょう。そのままね、行きましょう。はい、伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。はい。今日も乗ってるかいベイビー俺は冬だぜってことでね。どうぞ。はい、ありがとうございます。気持ちが全く入ってない。マジでよもうライブ最後ですよ、これ。今日も。これね、うん、今日も乗ってるかーいとか言うけど、今日も乗ってるかいベイビー。棒読み嫉妬。あの、読みにくっ黒子でもこんなことしないよ。
これね、まあ、なんていうんですかね、パーソナリティを試されるというかね、さすがですね、バイカメさん。そうだぜ。意地悪だな。クリスさんやってみますか。え、何を。いや、やめてください。これはもう、俺は冬だぜでいいんすよね。いいでしょうね。だぜ。ありがとうございますね。バイカメさん、トマヤさんにね、うん、感情をぶつけるのはおやめください。そうですよ。やめてください。放送事故が起きます。もうダメですよ。放送事故が起きます、ね。一般教養がない企画ですからね。はい、米見ちょっとね。マジでよ。素敵だね、逆に。自分が親だったら、子供にそういう名前つけません。米見。つけません。はい、次行きましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次こちら行きましょう。ラジオネーム、髪の毛073。はい、行きましょう。はい。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。せい。クジラって、あんなにでかいのに小さいエサを食べるんだよ。だから、食べ物の質なんて、関係ないんだよ。せい。トモさん。はい。気持ちを込めてください。ロックスターですよ。そうです。マジでよ。三輪さんじゃないんですから。三輪さんじゃないんですから。ごめんなさい。行きましょう。じゃあパート2行きましょう。そういうの渋くか。行きましょう。渋くなりました。はい、行きましょう。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。せい。俺の引退。みんなの心配。数日後の復帰。騒がれるみんなの歓喜。せい。せい。ライムスターがやってきましたね。はい。はい。一小節もいいかんな、これは。そうそうそう。これをライミングって言うんですよね。ライ、ね。言、うん、いますね。別の。数日後の復帰。そうそうそう。騒がれる、うん、みんなの歓喜。シーダみたいな感じでしたね。数日後には復帰しますよ。あ、そうなん早く戻りたいんでしょうね。そうそうそう。しょうがないんでしょうね。売名行為ですよ。あ、もう引退っていうのが。売れるためになる、ね。そうそうそう。ありがとうございます。はい、髪の毛ゼロさん、ありがとうございます。インフォできましたね。はい、こちら行きましょう。ラジオネーム、清水で精細さん。わお。お仕置きよと。いきますよね。はい。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。はい。みんな、すまん。予想より糖尿が悪化して、明日から食事制限と、毎日一週間のウォーキングしないと先生に怒られる。はい。はい。トマさん。噛んでるな。トマさん、一週間じゃなくて一時間で。あ、一週間。うん。はい。すいません。うん、ラジオネーム、先生で、先生さん。友達さんにね、うん、感情ぶつけるのはおやめください。そうなんはい、ごめんなさい。うん、ありがとうございます。もう帰っていいですか。ありがとうございます。トロップ。トロップ。あと6分待って。気持ち整えて。あと6分あるから。はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。次は、こんなもんすかね。MC カマーがやってきましたね。そうですね。うま。久々にやってもらいますね。はい。はい、今こんなもんですね。はい。いやー、なんか最近っていうか、今日僕久々にね、うん、2週間、3週間ぶりに来たんですけど、うん、リスナーがインフムようになってますね、この番組。あー、そうですね。いい傾向ですよ。あ、そうですか。そうなんですか。嬉しいです。僕的にはいい傾向ですよ。あ、まあ、いずれバトルでも。そうそう。そのままリリックに使えるなと思ってね。盗む場合。うん。潜水で、バグルバ潜水で何それ使うば、そのフレーズ使うば、えぐいえぐいシーンね、すぐ使えますね、うん、CD にはならないはずで制限入るもんライブには使えますそうですねはい、まあこんなもんでしょうかね、はい、選びますか久々にいやいやいや選びますあ選んでもいいですよ時間終わりますからねそうですねはい、でも今日選んでしまったら、まあ、書き込みは、うん、来週のリスナーが減るんじゃないですかなんで なぜですか自分じゃないかなって俺なんか餌撒いて聞かしてるじゃないですかラジオ言うわひどいラジオでひどいラジオでそれ言うわ餌撒いてまあ事実ですけどね事実ですけどねだとするとどういたしましょうねえどうでしょうあ、来てますね。来てますね。まあ、どんどん駆け込みは、ね、やっていきましょう。うん。ちょっと行きましょうかね。はい、行きましょう。行きましょう。はい。ラジオネーム、バイカメさん。行きましょう。はいよ。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか。せい。写真はやめてくれないかいよく読めました。漢字ぶつけたらダメって言ってるのに。ぶつけに来ましたからね。カメさん、ド S ですよ。写真はやめてくれないかい引退時に言った名言ね亀ってつく人はド S なんでしょうかねなんで亀亀派さんも、はい、友達さんを困らせた一人ですからねそうですね、はい、読めない文面がね読めないいやでもまあそこはね、鍛えていかないところそうそう語学力を ね, ねもうちょっとダメなところでしょうからね、うん、よく読めたねこれね俺もねさっきのパターンが
あったから、読めました。俺普通に分けて読んだんです、これだったら。写真をやめてくれ内科医。内科医で。内科医が取りまくってたんだなっていう、あれで。分けてったと思う。だから続けて読む、びっくりした。あ、そうですか。うん、斬新。このものの2分で、伸びたなと。はい、本当に。諦めたじゃないですか、帰っていい。まあね。ものの2分で伸びたなと思うんですね。うん、すげえ。人って伸びるね。伸びる。成長してちょっと、うん。諦めちゃいけないね。ほっといても伸びるっていう。ありがとうございます。すげえ。うん、はい、バイカメさん、ありがとうございます。育ての、育てのですよ。育ての。カメさんは。もう、なんとなく、ね、ありがとうございます。まあ、時間まで読みましょう。はい、こちら行きましょう。皆様、お晩でございます。はい、お晩です。あっちもこっちもご無沙汰しております。はい、ミコスリピューマ派でございます。はい、はい、毎度。はい、お久しぶりですね。横ちんくん、すっぽんおめでとうってことでね。はい。何それ？どういうことですか？はい。今日もまたまた時間がないので、はい、速出しですいませんってことで、はい、音速の速出し、ピピュッとな。行きましょう。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか？せい、はい。男の価値は立たなくなってから。せい。せい。君まろか。何君まろが言いそうだよね。お父さんよく聞いてください。男の価値はって。君まろからですか？君まろから。ああ、綾小路の。はいそうそうそう。はい、2発目行きましょう。いやいや、ダメでしょ。はい、勝ちはね、若干なくなるんですよね。はい、2発目行きましょう。はい、伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか？せい。人間なんだから、道具使ってなんぼだよ。はい。まあね。まあね。ギターも。一応今まで、道具です、道具使っては来てますから。ピックっていうやつもね。この、ボーカルだったらどうするわ、うん、ずっとボーカル。このマイクが羽打ったときが一番気持ちいいんだよ。ああ。ね、夜の羽織ですね、はいはい。はい、ありがとうございます。3発目行きましょう。行きましょう。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか？せい。バナナで釘が打てます。せい。せい。よ、ようわからん。ようわからん。ようわからん。まさに名言。名言です。でもこのオイルは凍ってないよ、みたいな感じですよね。ホット、ホットオイルね。つけ足すとすればね。そう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 。通販でね。懐かしのね。そうそうそう。4、マイナス4度でも凍ってないですよ。行きましょう。はい。我慢中行きましょうね、はい。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか？せい。昨日、空き缶から手足が出てきて私に話しかけました。せい。あっけらかんですね、これ。あっけらかんですね。懐かしいですね。セイバー。はい。テンテレですね。テンテレキッズの初代のあっけらさんですね。あっけらかんとしたね。うん。これはエピソードですね、ただの。パクったもん、いつ。いや、いい、言葉的にね。はい、ええ。ありがとうございます。ありがとうございます。ミコスリピューマッハでした。ありがとうございます。はい、こちら最後にしましょう。畜産王子チューブ支部、レッシュ。伝説のロックスターが引退するときに残した笑える名言とは何でしょうか？せい。ロックを引退しても、元カノのあれは、知りましぇん。せい。なんすか、あれって。あれですね。名器です。はいはい。ギターよ。かたどったんだ。かたどったんだ。ギター。ギターをかたどったんだ。ギター。ギターをかたどったのか。いいですね。いいか。はい、じゃあ今週はこの辺で、ラジオでご視聴させていただきます。今日もたくさんのメールありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた来週この時間にお会いしましょう。ラジオでした。また来週。ピース。おやすみなさい。噛んですいません。